皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していきます。今回おすすめするゲームは、魔物娘と不思議な冒険に、二人の王と紡がれし約束です。Steam と BL サイトで販売されており、どちらもレビューはかなり好評のゲーム。値段は Steam で2570円、BL サイトで2530円となっており、もう終わってしまいましたがセール時にはもう少し安くなると思われます。皆さんオータムセールは何か買われましたでしょうか？私は日本国内ゲーム、インディーズゲーム合わせて5本ほど購入しました。それらも遊んでみて、自分なりにおすすめできると思ったタイミングで動画にさせていただきます。率直に申し上げますと、このゲームこの価格でこの内容と面白さ、買い一択でございます。その面白さを簡単に動画にまとめましたのぜひ最後までご覧ください。まず、このゲームのジャンルですが、不思議のダンジョン系モンスターハーレムパーティー育成 RPG でございます。ナンバリングで2となっていて、初代ももちろんあるんですが2から始めても特に問題はなかったです。私は2から始めてるのですが、十二分に楽しめております。不思議のダンジョン系がどういったものかわからない人に向けてお話ししますと、元はローグライクのゲームを日本に浸透させるために、当時人気タイトルだったドラゴンクエストの世界を題材にした、トルネコの不思議のダンジョンが始まりでございます。そもそもローグライクがなんだっていう人はぜひググってほしい。昨今ではローグライクなのか、ローグライトなのかの問題もあり、ローグ系のゲームがかなりの数があります。それだけ人気ジャンルということになりますね。日本ではトルネコの大冒険に続き、チョコボの不思議のダンジョン、風雷の試練、オメガラビリンスなどがあります。このどれか遊んだことがあればイメージがつくゲーム内容となり、それプラスモンスターハーレムがこのゲームの醍醐味となります。難易度はローグライクモードと、カジュアルモード。もちろんローグライクモード一択ですよ。カジュアルモードに書かれているように、ローグライクはダンジョン攻略中にやられてしまうと、基本アイテム全ロスと、振り出しに戻ります。ローグライクゲームの面白さは、高難易度をどう攻略するかを考えて挑み、高いハードルを超えた時の爽快感を覚えるゲームと個人的に思っております。ということで本編スタート、ストーリーもしっかりあり面白い。難易度は中の中から中の上ぐらい、結構頑張らないとクリアできない難易度。ボリュームも結構あり、この値段であればしっかり元以上の楽しさを味わえると思います。ここからチュートリアルで戦闘の仕方、移動の仕方、アイテムの使い方など教えてくれます。まあ今回は省きます。ローグライクはレベルの概念がもちろんありますが、ダンジョン攻略、ダンジョンの脱出、ダンジョン中の戦闘不能でレベル1に戻ってしまいます。ではダンジョン攻略のためになんで優位に立てるようにするかというと、武器防具の持ち帰りで強い武器を持ち帰ること。そしてこのゲームならではが、強い魔物を味方につけて強いパーティーを作ることです。主人公はレベル1に戻りますが、味方にした魔物はレベルが下がりません。強い魔物を味方につけ、それらを育成していく、このゲームの攻略の肝になります。魔物の数は結構の数がいて、魔物によってスキルなども違ってこの組み合わせを考えるのも楽しいし、もちろん見た目だけで選んでパーティーを組んでもいいですし、パーティーを組まずソロで攻略してもいいですし、まだ全部解放していませんが、どのようなモンスターがいて味方にできるかさらっと紹介。系統で違いのモンスターは色違いだけで個性を出しています。そこはまあ残念なところですが、一つ一つ外見が違うと大変ですしね。あとモンスターみんな女子、そして可愛いときたもんだ。これがね、ダンジョン攻略中窮地に追いやられたとき、仲間のモンスターが回復してくれたり、かばってくれたり、倒してくれたりしてくれるわけですよ。もうね、愛着湧くんですよ、この子たちに。逆に仲間を守るようになってしまって難易度が跳ね上がるわけなんですが。とにかく、モンスターによって強さ、スキル、特性が違いますので、いろんなモンスターたちと冒険してどの子がいいか決めていくことですな。異種族レギュアーズとか、ピーターグリルとか、ビーストテイマー最強種とかセントールの悩みとかのアニメ好きだったらおすすめ。
さてダンジョン攻略を少し見てみましょうか。ほぼトルネコや風雷の試練とかと変わりはないです。ターン制なのでこっちが一回行動したら相手も一回行動する。空腹という概念があって、腹が減ると死ぬ。武器、盾、杖、巻物、回復アイテムなどがありそれらを駆使しながら攻略していく。レベル上げをしようとゆっくり攻略していると腹が減るので、そのバランスが難しい。難易度が上がると、罠が出てくる、アイテムの情報が不明になる。アイテムが呪われていることもあり、呪われた状態で装備すると装備解除できなくなる。装備品の中には、腹減りの指輪などのデメリットしかない装備品があり、不明な状態で装備し、呪われていて装備解除できなくなるってことも出てくる。そうなると死一直線。そんな時強い武器を持っていた、レアなアイテムを持っていた時の絶望感。その辺はぜひご自身でプレイして感じてみてくださいな。肝心の魔物を仲間にする方法は、モンスターごとに違う。モンスターごとに有効度があり、有効度が高い状態で条件を満たすと仲間にすることができる。例えばこのスライム子ちゃん。有効度が4つで青になっているのでそこそこ有効度がある。仲間に誘ってみると、優しい人間ならついていきたいと言い出す。この条件はスライムを攻撃しないで数ターン待つことを指す。頭に星マークがついたら仲間にすることが可能になる。条件は話してみて初めて知ることができ、中にはこのアイテムを持ってこいだの、高難易度な条件を出してくる魔物もいる。お目当ての子がいたらしっかり条件をクリアして仲間にしてみましょう。魔物にもレベルがあり、レベルが一定以上いくと強化することができる。強化しない状態だとレベルキャップがあり、育成の頭打ちが来る。レベル1にはなるけど初期状態でもある程度強くなった状態でレベルキャップが解放される仕組み。強化なし状態だとレベルキャップは15になっていて、強化すると解放され、レベル55まで解放された。もちろんモンスターごとに違う、しかしこれがあるおかげで初期モンスターでもしっかり育成すれば強くなる。例えば一番初めに仲間にしたスライムも育成し、強化を繰り返していくと最強のスライムになる。最終的にはモンスターの能力やスキルというよりかは、どの子が好きかでパーティーを組むことになるだろう。その他武器の合成、武器の強化、武器の特性付与などあるが、まあこの辺は説明しなくてもイメージがつくと思うので割愛。とにかく、モンスター娘を育成、強化、ハーレムパーティーの構築、そして高難易度ダンジョン攻略。ターン制でじっくり考えながらプレイできるので、アクション系ゲームが苦手な人でもおすすめ。年末年始のセールなどで購入、年末年始のお休みでじっくりプレイしてみてはいかがでしょうか。これは本当にハマること間違いなしですぞ。ネタバレを極力せず紹介しましたが、しっかりとした目的がある内容のストーリーです。全部ひっくるめてよくできたゲームだと感心しましたので今回ご紹介しました。最後になりますが、皆さんのおすすめインディーズゲームを教えていただけると嬉しいです。もし何かあればコメントしてください。ということで今回はここまで、また次の紹介動画を気長にお待ちください。